いつもこのチャンネルにアクセスしていただきありがとうございます。友美式コーチング認定マスターコーチの誤りです。今日はですね、えー、古くからの知り合いであり、凄腕経営者の話をしてみたいと思います。えー、と表に出てくる方じゃないので、あの名前を出すことは当然ながら控えます。けれども、えーと、コーチングを自分自身が学んで、実践してきている中で。 えとも結構な時間経ってるんですけど、それ以前からの,あの、まあ、知り合いというか、仲良くさせていただいてる方ですね、まあ、時々お会いするんですけれども、あのまあ、何をやってもこう,うまくあの、まあ、ビジネスが展開していくというか、で周囲の人を見ても、ですね本当に素晴らしい方が多くてです、ねえーと、やっぱこういう経営者が本物なんだろうなと。 ふうにいつもこう感じさせてくれる経営者ですね一方、あのコンサルの会社にいた頃に出会ってた社長っていうのは、まあ、上場企業の、大、え、体、ー、いい一部上場企業だったり、ベンチャー企業でもかなり大きい規模になっている、えー、企業の中、あとはまあ外資系の企業とかにコンサルで入ることが非常に多かったので、そういう時はですね、ちょっとこう、くせ者だなとか <laughs>。 いや人柄は多分いいんだと思うんですけど、すごい戦略的、えー、戦術に長けるというか、で、まあ、なんて言うんでしょうね、くせ者というはすごく恐縮とか失礼なんですけれども、えー、っと1枚、2枚、3枚ぐらいあるなっていう、表の顔と裏の顔といろんな計算があって、えー、っとニコニコしてるんだけど、裏でどのようなことを考えてるんだろうと。 いうよううよなな感じの方が割とと多かかったかなと思うんですそのくらいがないと多分、社内のその出席競争には勝ち残れないんだと思うんですよね。あのこれは決して悪いことではなくて、ですね、そのくらい緻密にいるんことを考えられる人がやっぱり大きな会社を経営していくということだと思います。まあまあ,今あ、今、のこういう時代の転換点とかですね。えー うそうですね。まあ、どのくらいでしょうかね。あの、失われた何十年と言われて、バブル崩壊以降、なかなか大きな、 あの、企業、うん、有名企業はなかなかこう大きく舵をあを切ることができず、どこの企業も大体苦しんでる状況かなと思います。それでも、えー、っと、結果を出してる会社はもちろん、あの、ありますよね、いくつもあるわけであって、その差は何なのかなっていうのは、少し気になるところでもありますけれども、えー、っと、一番最初にご紹介した以前からの仲良くさせていただいてる経営者は、えー とそうですね規模的にはあの、まあ、中堅ぐらいかなと大企業とはちょっと言えない感じですけれども非常に手広くやってる経営者なんですけれども、まあ、その方の話を聞くとですやっぱりスコトマが自分自身外れることが多かったんで、えー、そして、まあ、仲良くさせていただいているという意味では非常にいい尊敬もしてるし何て言うんでしょう あの学ぶところも大きいなという感じです別にクライアントでもないんですけれども、コーチングの理論を学べば学ぶほど、その経営者が えとやってきてることがすごいなというふうに感じるんですね、感じてきてるんですけど、それはまさにその先ほどもう一歩で言った一部上場企業とかですね、えー、と老舗の大企業で、えー、と出世競争に勝ち残って社長になった方々とのなんかちょっと違いというものをすごく感じるんですね、あのどっちがいいとか悪いとかっていうことではなく、自分自身は冒頭言った、あ、のー 何て言うんでしょう。<laughs> A さんって言っておきましょうか。A さんにずっと仲良くさせていただいている中で、えー、その A さんがあの社長としてやってるやり方、全部見えるわけじゃないですけれども、いつもその一つ言えるのは、えー、っと、大企業とか上場企業の出世競争を勝ち抜いてきた 2枚も3枚もねあ,のある顔があって戦術戦略に長けてるみたいな、えー、方々との大きな違いは何かって言ったらえー、っと圧がないってことですね <laughs> 周りに対する威圧感がほぼゼロみたいなほぼゼロっていうか感じたことがないですね威圧感がないでいつも楽しそうにしてるで周りのスタッフもそれで心地よく動いてるんですけどもちろんそれは指示が えと飛んでいったらあの必死になって食らいついていかなきゃいけないという意味ではそのどんな企業でもあのそのスピード感とかです、ね、仕事のクオリティなんかは求められるのでその厳しさはもちろんあると思うんですけど圧がないですよね、圧がないそのプレッシャーをかけるなんかこう威圧感とか,です、ね、なんかそういうのがないんですよ。うん えー、じゃあ、その一方、ね、一部上場企業の社長がみんな威圧感があるのかそういうことを言ってるわけじゃないんですけれどもなんとなくそこには大きな何かがあるんだろうなと思ってその A さんで威圧感がない,でない方、ない社長で,でそしてです、ね、いろいろ手を広げていく中で。 何でもこううまくくこなしていくんですよねまあもちろんいろんなこう壁にぶつかっていろんなことを挑戦されてるんでうまくいくときとうまくいかないときはもちろんあるんだと思うんですけれどもそれでもこう、えー、しっかりとこう経営基盤を広げていくというかビジネスをどんどん広げていくという意味ではその圧のない中そういう経営スタイルでスタッフをある意味育てながらあのうまく経営してるなと。 非常にこのコーチング理論に合致したことをもうすでにされてるんですよね話をいろいろ聞いてみるとで当然ながらえー、っとエフィカシーは高いですで,できないとか無理とかっていう発想がないんですね会話の中に出てこないですいつも面白いねとかなんかそういう発想ですよね 新しいことにもちゃんとこう情報アンテナ立てて情報収集し、えー、それが自分の,あの展開しているビジネスの領域で活用できるかどうかは常に検証しで人に対してもその社内にの人に対しても社外の人に対しても全くこうあの、まあ、謙虚なんですよねその圧がない威張,威張ったところがないそのなんていうんですかね肩書きで。 えーとこうなんかそういう雰囲気を感じる方がいるんですけどそういう感じ方が全くあの感じられない,い,い素晴らしい方だなと自分自身はすごくそ A さんのスタイルが好きなんで。 えっとどんどん応援したいなと思ってきてますけれどもあの当然ながら経営はあの素晴らしくうまくいってますねこのコロナの中でも、えー、いろんな試行錯誤して新しいまた取り組みを始めるのかななんかそういう感じですけどき、えー、っとてうまくいくと思いますそれやっぱりこ人の何て言うんですかね経営リソースって言っちゃあれなんですけれども やっぱり人の集団で集団が組織になりその組織があの会社形態の中でいうと企業の力になっていくわけで。社員一人一人人が、えー もう一回パフォーマンスを出していくようなそういう環境を作るのが経営者の仕事ですよねもちろんそれは組織全体がですねこういう方向でいくんだっていうゴールをしっかりと示していくっていうことも当然ながら、えー、必要とととされるところだと思います、えー、いかに一人一人がワントゥーでその職場職場あのその役割ですよね えと自分自身が与えられている役割をワントゥーで思いっきり楽しみながら、えー、日々、仕事できるかどうかそれが最終的には組織全体のゴールと結びついていると最高なパフォーマンスを出していくということですね、そのためには当たり前ですけどコアシブ、えー、まさに強制的なとかですねあの高圧的な、えー、とプレッシャーを与える、圧を与える、えー、こうしなければ給料を下げるぞとかね。 逆に言うと、こうすれば給料上げるぞということも含めてあの、そういうやり方、外部からの,その強制的な、えー、っと力というのが、人間の一人一人の脳にですね、えー、パフォーマンスを下げる方向に持っていってしまうというからくりを知ってるかどうかですね、これからの経営者としては当然、ここを知っておかなきゃいけない。よよくあの大手企業なんかは当たり前のように 常にこ危機感の情勢みたいなことをやるんですよね、年頭のあいさまから、えーまあね、業績はかなりクリアしてきてるけど、いつ、ね、競合他社にやられるかもしれない、で皆さん、危機感を持ってあの各職場で。 えー、頑張るようにみたいなそういうことをですね、あのー、述べられる経営者ってすごく多いんですねでこれ自分自身もこれが当たり前だと思ってきたんですけどそれではの脳が、えー、パフォーマンスを発揮しづらいわけですね逆に言うと本来の,その能力を引き出すことができない。 ということで言うと、この A さんですね、A 社長は、えー、とまさに、ントゥーの文化をおそらく作り上げてきてるんだと思います。かなりの人数の社員さんに対して、そういうふうなコミュニケーションを取ってるんだと思うんですね。えー、側近の人とのコミュニケーションを見ると、そういうのが分かりますので、さすがだなってやっぱ思いますよね。だから、これからの経営スタイルはまさにこういう形にしていくということだと思います。えー、まだまだあの、いろんな経営手法はですね、ある中にね、 えっとこう切り込んでいくと見つけられると思うんですけれどもそれは。 自分たちがまさにあの企業に向けてですねあのコーチングの導入をするときにですねいろんなヒントをあの自分自身も学んできてるしこれまで、えー、コンサルティングファームでやってきた企業向けのコーチングの導入とかですねそれがうまくいくうまくいかないの,をその今から思えばですねこういうやり方はなるほどうまくい,いくうまくいかないの,あのこう線引きはここで,できここで切り分けられたんだなということが今から振り返るとわかります。 企業に向けてコーチングを全体組織全体に導入するっていうのは非常にこう気をつけなきゃいけない部分が多々あるんですけれども、まあ少なくとも経営者がですねこうやって圧を与えない、高圧的な態度で強制するような文化を作るような会社はこれから伸びませんよということはここはしっかりと抑えて,おい,ていいおいた方がいいかなと思います。逆に言うとそういう組織に自分はいるんですけどっていう方は、えー、とコーチングもなんでですねコーチング的に言うととかって言わないようにしながらうまくそれを を、えー、上司とかですね、部門長もしくは社長経営層にわかるような働きかけをぜひしてみてください。えー、っとどうしてもというね困ったんでぜひ阿部さん来てくださいというのであれば、えー、っと自分自身はあの <laughs> えっと外部コーチ、外部コンサルとしてですね、あの企業に提案書を持っていくことは全然、えー、できますので、そういう時はご相談いただければと思います。えー、ということで、ぜひ今回の。 テーマについてもですねじっくり皆さんそれぞれで考えてみていただければいいんじゃないかなと思います。今日は以上です。ワクワク様でした。